皆様こんにちは、ナデスター局です。異常事態です。次期監督が決まりません。池田太監督の退任が決まったが、次期監督の選考が続いて、 JFA の宮本恒康会長は9月15日にウェリーグの開幕戦を視察した際、10月26日の韓国戦までに監督を決定するかどうかの質問に対して、そこにちゃんとした人がいる状態が必ずしも大切だとは思っていないと応じていたので問題ではないだろうが、リスタートの韓国戦、佐々木則義が監督代行、コーチングスタッフには先日の U20 女子ワールドカップで監督を務めた加納氏や、男子アンダー世代の代表チームでロールモデルコーチを務めた元日本代表内田篤人氏が行うという。なぜこのような事態となったのか。8月に池田氏を切ってから2ヶ月が経過しようとしています。佐々木委員長は日本人、外国人を問わず、さらに女子の指導経験の有無についても、女子での経験があって優秀な方ならそれは良いが、最初から絞りすぎると狭まってしまうとして、広く人選を進めているとしていて、12月に JFA が来年度の計画を発表する場で正式決定していることを目指しているそうです。ズバリ予想ですが、お金の問題と思います。先日も触れましたが、池田さんの年俸は推定3000だそうで、男子の3分の1も満たない。当然ではありますが、ウェリーグと J リーグの現状を見るとそれ以上の差異があるように思えます。お金が全てではないですが、このような例があります。 J1 の鳥栖と町田です。今シーズン優勝争いの町田と最下位の鳥栖の関係です。未だ町田が J1 でなかった時、鳥栖は世界的プレイヤーのトーレスや代表の鎌田らを擁していた時代がありました。その時のスポンサーがサイゲームスという現在町田のスポンサー会社、サイバーエージェントの子会社でした。町田にサイバーエージェントがつくと鳥栖との関係は解消され、そこから鳥栖の苦悩は始まりました。そうです、お金です。佐々木氏は4年間を任せられる方が理想、そういった意味でも簡単にいかないと話していますが、多分金銭面での折り合いがつかないんでしょう。多分宮本会長が女子の代表ウェリーグの活性化を明言しているので、何らかの補填はあるでしょうが、男子並みの年俸は無理でしょう。そうなると先日それなりに結果を出した U20 の加納氏となるんじゃないでしょうか。加納氏であれば池田さん並みで済みでしょうから。さて、新チームの船ではコンディションが万全な選手という基準を設けるほか、コーチングスタッフも含め、もっとアグレッシブに、守備も含めこうあるべきではないかというものを選手、代表スタッフにも共有してアプローチしたいと、なでしこジャパン全体にとって今後の指針になるものを示す戦いにしたいと佐々木氏は話した。私の希望として、未だ遠藤は間に合わないでしょうから、 U20 から小山、大山、白垣は入れてほしいのと、トップに藤野を使ってほしいです。皆さんはどう考えますか。最後にロールなんとかの打ち出しですが、指導者としての能力は未知数ですね。牧野氏とともにバラエティ番組も含めて TV 出演も豊富で、弁舌は素晴らしいですが、戦いの現場はどうですかね。私はあまり期待していません。今回はここまでです。いよいよ次回は U17 の大会ですね。そこでお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。